かわいいガールジャパン。かわいいガールジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。北欧の風に乗ってやってまいりました、清楚でイノセンスな雰囲気を持つ女の子のユニット、バニラビーンズです。私バニラビーンズのキノコ頭担当レナです。趣味はアイドル研究、愛読者はアイドル雑誌、今一押しのアイドルは東京女子流の新井ひとみちゃん、ひーちゃんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、バニラビーンズの里羽根頭担当リサです。趣味は海外旅行とお買い物で、好きな食べ物はトリュフのスパゲティです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この度7月20日にバニラビーンズニューアルバム、バニラビーンズ2を発売いたします。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、全15曲入りのフルアルバムでございます、はい、ちょっとねおすすめポイントなんですね、一人一人話したいんですけど、私は今回1曲皆さんにちょっとすごくおすすめしたい曲がありまして、クエスチョンという曲なんですけど、作詞にあのキノコさんを迎えました。私たちからね、バニラビーンズからあのちょっとお願いしてアプローチしたら、キノコさんがね歌詞を書いてくださって、はい、私パフュームさんの曲、キノコさんが書いた歌詞とかすごい好きで、その大ファンですからね。だからすごいもう感無量でございます、皆さんそちらぜひチェックしてください。よろしくお願いします、はい、そして私のおすすめはですね、エルスカディという曲です。なんとこの曲ですね、あの私たちが、セカンドシングルで出しましたニコラの続編となっております、はい、そのニコラはですね、大体3年ぐらい前にリリースした曲で、ね、うん、でこの3年後私たち今エルスカディという曲でちょっとね、ニコラがその3年後どうなったかっていうのを歌った曲になっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ダンスもね、はい、ちょっとニコラを連想させるこんな感じだったりみたいな、ポージングになっていますので、はい、皆さんぜひライブでも見てください、はい、よろしくお願いします。そしてキノコ頭と外羽根頭はバニラビーンズ担当をしておるんですが、はい、1日だけイメージを変えるなら何頭担当がいいですか、うん、何がいいな、何頭がいいかな。でもまあ面白いところでアフロヘアとかいいんじゃない。お、アフロヘア、うん、アフロとか、あと普段軸さんが、あのやられてる髪型、男の子っぽい感じの、そう、ベタっとした、なんかショートカットの、ボーイッシュな髪型とかもやってみたいな。なるほど、ね、だから、ボーイッシュ担当みたいな髪型、アフロでもいいや。アフロでもね、アフロちょっと面白そうだね。なんかでもなんかね、ツッコミどころ満載な感じだけど、まあ、これでもね、ツッコミどころ満載なの、これ以上ちょっとツッコミどころ作ろうかなと思います。なるほどね。ゆうざちゃんは私はね、やっぱり無類のトリュフ好きですからね、ちょっとキノコ頭担当なんてちょっと、これ狙ってるのよ。トリュフってこんななの。あのトリュフもね、すごい可愛いキノコでね、本当に、はい、いつかトリュフ頭担当なんて言ってね。じゃあ焦るでもいいかもしれない。でもちょっと私はあんまり似合わないからね、やっぱりキノコあれなんかね。本当ありがとうございます、ね、はい、じゃあ、うん、今後の活動予定なんですが、はい、バニラビーンズ7月20日に、はい、ニューアルバムバニラビーンズを発売して、はい、あのインストアイベントが都内でたくさんあるんでね、はい、皆さんぜひそちらを遊びに来てください、はい、詳しくはオフィシャルホームページご覧ください、以上バニラビーンズでした。アデューかわいいガールジャパン。